ねえ、これって覗きなんじゃ。し、黙って見てろって。もうすぐだぜ。朝っぱらから覗きなんて、いい趣味してんじゃねえか、ガキども。ごめんなさい。こんな時に何やってんだ。あの、園長さん、これ…どうやレッド、うちらは見られそうで、レッドは見えそうでエネルギーがたまる。くそ、一体レッドと星野に何があったんだ。ねえ、だて、そういえば私たち同じようだったじゃん。ああ、そういえばそうだっけ。でもそれがどうかしたのか。なんだか今日の二人見てるとなんか懐かしい気がするんだよね。くそ、もうちょいで見えるのに。どこ見てんだエロ男子。正直に言えば俺が見せてやったんだけどな。本当ですか。どうする、偽善者になるか正直者になるか。やっぱりなんてな。そう固くなるなって。上を向いてか。女神っているんだね。何？緊急警報発令、緊急警報発令。市外の本屋に寄生虫が出現。エグゼロスは直ちに出動してください。行くよキララちゃん、支度して。おい、聞いたか今の。何、女子の部屋にノックもなしに入ってきてんのよ。園長。昨日の夜のことだけど。俺の部屋で。あの時の私は切羽詰まってたというか、気が動転してたというか。ともかくあれは本当の私じゃないから。分かった。分かったから少し離れろって。何考えてんのよ。